ね、そ感情でやってきますからねねラジオネーム「ミ、えー、から出たサバ」はいえー、昨日の須田将暉さんの「オールナイトニッポン」聞きましたか須田さんは、うん、先週の松永さんが犯した「はいはい、須田将暉のオールナイトニッポン」で初回から流れているジングルを「<laughs> 俺の DMC 優勝祝うジングル流すくせにトークでは触れない菅田かっけ <laughs> という。 顔から火が出そうなくらい恥ずかしい間違いをしたことを番組冒頭でクソほどいじり倒し「自意識の塊イコール松永」や「コラボする松永より星野源の方が大事」と散々ディスり挙句の果てには「ヒエラルキーが崩れるから世界一にはならないでほしい」と言っていましたが。 番組終盤で松永さんのために取り下ろした優勝ジングルをさらっと流しその後のトークでは一切触れないというスーパーかっけい祝福をしていました松永さんコラボの打ち合わせをリスケしたのだから絶対世界一になって須田さんと最高の楽曲作ってくださいあああうう、ね、いいありがとうございます そうすね、昨日の報送聞きましたよでその撮り直してくれたんでしょ頭からありがたいよこのね俺のこねたダダをねダダ菅田さんをね国民的に回収してくださって「おいじゃ取れよ」みたいな「菅田取れよ」っつって先々週ですかあ先々週まあ俺が DMC 優勝してで須田さんの俺の手にも聞いてたら須田さんのねジングルでその俺の優勝には触れてなかったんだけどジングルで 披露しましたししましたっていうジングルの流れですって俺それ聞いて、うん、めちゃくちゃ「取り下ろしジングル」って指針言ってるじゃん須田さんと思ってる <laughs> なあむちゃくちゃなんか LINE でも祝ってくれるしああ番組では「松永」という単語を使わずにああその直接表現を使わずに <laughs> なんかそのやっぱり俳優だけでなくミュージシャンだからちゃんとこうなんだろうな狂言<あ>として秀逸だなとか思ってみな<あ>まで言わない。<laughs> なん,かなんか須田さん情景描写したのかなと思って <laughs> <laughs> おお前すっごいもう結構感動しちゃって、ね、で須田さんに「ありがとうございます」とか LINE 入れずに,れずにもうラジオ通しのやり取りだから俺本番中に返してあげようと思ってで,で翌日の「オないとイ、ね、ト」で<ー>「いやでも昨日須田さんのオーライト聞いてなんかマジ菅田さんかっけえ神宮入れてくれたんすよ」。<laughs> で、話を俺嬉しくて喋ってたら <laughs> んかリスナーからスッとメールが差し込まれて「うんうん、あのー、あのシングルあの初回からあります」ってれあれは <laughs> あれ作でしたあ、ね、れあれはあのはあもう最高だってもう、あのーね、びっくりした俺,俺あんな俺さその なんかあのこれこれネタメールかなと思ってだってホントにメール読んだ瞬間ちょっとほぼ表情曇ってたもんな分かるみたいなこれどっちと思ってホントとネタがホントやっぱりパニックになっちゃってこれこれどっちこれメールこれどっちどっちだってあと俺あれなんだよそのさ打ち合わせの時に福田さんと差し入あって福田さんはあの須田さんの作もやってるし俺の作もやってるから昨日の須田さんの俺らの時に来ましたよマジ いやジングルのあのやり方お祝いの仕方、マジかっこよかったしほんとうしかったですありがとうございますって、うん、福田さんに言ったら福田さんがちょっと間を分けたよ「うん、いやいやあたり前ますやるっすよそんなこと」うん「はあかっけえな」と思ってで後で喫煙所で俺と福田さん二人タバコせてたら「あのさっきの松永さんのあのジングルの件あるじゃないですかあのジングル初回からあるやつなんですよねで、あれ松永気づいてねえから <laughs> 本番でこれあるさん一回振ってください」<laughs> めっちゃ悪いでもそれにしては福田さん起点が聞きすぎてるよう一瞬で気づいてほんまやったらその場であああれしょこれからあれっつってとは言わずその場では恥かかせずラジオで恥かかす本番で人の注目は一番集まったところで。 びっくりした本当にびっくりしたあの本当に皆さん聞き直せるなら聞き直してほしいんですけど俺本当に多分ちゃんと受け身取れてません。<laughs> <laughs> 本当にびっくりしてるから本当にびっくりしてるでそんなわけないと思って <laughs> こんな <laughs> こんな面白いメール渡されても俺困るしと思ってだからほんまにだってほんまにいつもやったらなんかバーンって返してくれるのにその俺らがバーンって落ち込んてる時に、うん、すごい喜んでくれるじゃんとかわかるあの人はパニックになったああだやっぱねやっぱあれはパニックになってます本当にびっくりしたでそれを受けて須田さんが番組でね,ね<え>でほん 本物を取り直してくれる。ね、本当に。に多分俺が哀れすぎたんだ。聞いてくれたらしくて。本当に哀れだな、こいつやって。で、本当に、で、ま、松田が、ディジェ、松田が優勝しましたってやつを取り直してくれて、で、ちゃんと、その後触れないっていう。あの、俺が、あの、思い描いた理想、ちゃんと再現してくれた。 ほんとねこれもほいたから現実になったってことでいいのかな <laughs> いやいやあの気使ってくれた本当ですよ <laughs> しかもあの俺らね須田さんのライブラジオネームいくを須田さんはいこの番組では唯一無二の2位の人 DJ 松永さんが世界最大の DJ バトルの大会で日本一に輝きそうなんですよ 9月にロンドンの世界大会へ駒を進める快挙を成し遂げましたよすごい。このことは、えー、DJ 松永さんがオールナイト日本ゼロで、須田からもお祝いメールが来たと嬉しそうにしていたのですが、いや、ほんとおめでたいですよね。問題はこっからです。なんか昨日の須田のオールナイトのジングルで、優勝しました優勝しましたって叫ぶのが流れてて、なんかこいつかっけえなって思った、と。番組初回からある、 あの優勝ジングルが、アンに、DJ 松永の優勝を祝っている取り下ろしサプライズだと思った <laughs> 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 思ったらしく、あのジングルは初回からあるものだとリスナーから指摘されると、<laughs> さっき流れてたやつね、相方の R 指定から、世界中が自分をお祝いしていると思い込んでいると。<laughs> 叩きのめされ。松永さんは、俺も立ってられないと憔悴していました。<laughs> <laughs> 須田さん、どうやらダリーことになってるっぽいです。<laughs> <laughs> <laughs> 聞きましたよ。<laughs> 俺聞きましたよ、これ。いや、本当に、傑作。<laughs> いや、傑作。いや、でも、 いやー、そりゃね、おめでとうございますですよ、本当に。すごいですよ。松永さんおめでとうございます。いや、だってそのね、その、うちのラジオにクリーピーナッツさんお二人来てくださって、その、まあ、あ R 指定さん、ラップで1位。なんなら3回になってます。で、僕、あの、ありがたいことに、あの、アカデミー賞でね、最優秀もらってます。まあ、1位になってます。で、 松永さんはつって、DJ ですの大会で2位になってますっていう。まぁ、あ、ちょっと言い方悪いですけど、この1位2人が2位を、ちょっとね、<laughs> あれこれ言うっていう。<laughs> ちょっとね、1位 VS2 みたいな。ちょっとそういうね、なんかあったんですよ、下りが。で、そこで松永さんは、こう、いや俺1位になるからっていうようなこともありつつ、で、僕らも応援してての、本当に1位取るっていう、こんなかっこいいことあるっていうね。いや、それは本当もう、 ご自身の努力以外の何者でもないわけじゃないですか。だからもう、僕も嬉しくて速攻メールしましたよ。で、そりゃすぐにラジオで喋りたかったんですけど、その回は星野源さんがゲストやったんですよ。はははは。で、もちろん話したい。話して、だって一緒に曲作ろうってやってるから、もうメンバーなわけです、僕らは。それはうちのメンバーが日本一になったから、それ喋りたいけれども、それは、ね、星野さんと、 あのー、松永さん、どっち取るか星野さん。<laughs> それは申し訳ないけど。<laughs> それは申し訳ない。それは松永さん申し訳ないですけど、うん。星野さんはも本当世界やから。やっぱり、ちょっとごめん、規模が違うから。やっぱそれはね、お互い、プラスになるのはどっちかっ星野さん。<laughs> だから、喋れなってなかったからさ。それはもう、うん。申し訳ないですい。で、からの、いやだから、 さすがっすよね。本当に。うちのその、初回からある優勝ジングル。優勝しました、優勝しましたって先流れてたやつ。あれを、だから、松永さんがその、聞いてくださったわけですよね。うちのラジオしたら、あの、優勝しました、優勝しましたを聞いて、きっと松永さんはその、ラジオ聞聴いていると、おいと、素だと、行きやなと、憎いことやってくれんなと、ありがとうよっていう <laughs>、気持ちになってくれたらしいんですけどね。残念ながら、あれは、 全くの無関係で。<laughs> 申し訳ない、ていう。いや、これ、傑作。いや、ほんと、うん。自意識の塊。<laughs> これでしたね。いや、お祝いしたいって気持ちあるんですよ。めちゃくちゃあるんですけれども、すべてが、世界中が <laughs> で、アルセさんの言葉がすべてですよね。世界中がお、お祝いしてると思い込んでいる。<laughs> いや、お祝いはしてるんですけれどもね。いやいや、でも、その、 あの、まあ、嬉しい悲鳴と言いますか、その、クリーピーナッツのお二人と、その曲の打ち合わせをね、9月頭にやろうって言ってたんですよ。で、スケジュールも確認してたんですけど、あの、まあ、なぜなら8月、松永さんがその DJ の大会に集中せなあかんからっていう。それはもう、そ、そりゃそうです。集中してください。だから、終わった9月に、あ打ち合わせしましょう、食事会しましょうって言ってたんですけど、あの、世界大会に進出したから。<laughs> <laughs> まだ戦いは終わってないから、えー、リスケしました。 あの、一ヶ月ぐらい伸びて、とりあえず世界大会が終わってから <laughs>、え、曲の打ち合わせをするっていうね、この嬉しい悲鳴みたいなのも始まり。いや、すごいっすよね。もうこのまま、このまま行ってほしいなっていうのはありつつも、世界一、世界一になられたらなられたらでまた話が変わってくるっていうか。なぜなら R ステイさんと俺は日本一やから、 またパワーバランスが崩れてしまって、その、なんやろうな、優劣が出ちゃうっていうか、全日本一でええやんっていう。<laughs> 全日本一っていうのが綺麗でええやんっていう、その <laughs>。だってね、うん。いや、それなったら、ほんまにそれはもうすごいことですけど、俺だって世界一、俳優世界一になろう思たら、<laughs> それはもう本家アカデミーでしょ <laughs> いや、だって、 そんなノミネートどころか。一作品も出てないんやから。英語覚えなかんしてか、もっと言うと、R 指定さんが大変なんですよ。<laughs> <laughs> 無理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 。いや、だってそんなもん、英語のディスり合いなんて。<laughs> <laughs> R 指定さんにとってる世界一は、そりゃね、またちゃいますよ。 英語でバッて言われたのをバッて理解して英語の、英語のまたインんでしょ <laughs> 英語のリリック、英語のライム、英語のフローでしょははははそんなもんいや、まあ、とはいえやりかねないようなところもちょっとあるけれどもね、ある指定さんやったら、いやー、ちょっとねー。まあ、いやもちろん、応援してます。頑張ってほしいです。けど、世界一にはなってほしくないなって。はははははちょっと本音でございます。いやでも本当おめでとうございます。 素晴らしい。ええー、これは他にも来てます。やっぱり、ね。ああ、優勝しました。DJ 松永優勝しました。あ,あおめでとうございます。本当におめでとうございます。全ての人があなたを祝福しています。やっと優勝できました。須田マサキのオールナイト日本。ああ、松永優勝しました。須田マサキです。この時間は須田マサキのオールナイト日本をお送りしています。